はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていきましょう。燃やせエゴイズム、エゴイストフェスっていうのが来てますね。で、エゴイストフェスの、ミッションでね、星3確定チケットがもらえるということで、まあ早速ね、もらっておいたので、今回はね、これを引いていこうと思います。でね、狙いとしては、まあ最新選手以外は出るはずなので、パブロ・カバソス以外が出てくるという前提で話すと、まあレベル75で止まってるキャラが、まあ一応ね、手持ち上の当たりかなということで言うと、そうね、まあちょっと9ちぎりとかストライカーの潔とかは、今更80になってもなというところはあるんですが、そうね、まあ2個とオシャは、75で止まってるから80になるんで当たりかなというのと、レベル60で止まってるキャラですね。まあ逆さなぎとか、ネガとか、まああと新ちぎり、このあたりは本体育成で65年にしてね、器具使えるかなというところで当たりかなというところなので、まあその5体がね、一応とりあえず星さん単独で狙うんだったら当たりかなというとこですかね。まああとはね、赤黒持ちのキャラの、レベル70で止まってるね、国神とか、ロキとか、この辺が出てくれる分には、100がね、近づいていくから、コツコツ上げていくのはありかなというとこですね。はい、ということで、まあ早速ね、引いてみましょう。いきます。さあ、まあここはね、確定なんで、演出が何であれ星さんは出るぞということで安心して見ていられますが、まあ問題はね、中身っすね。むしろね、確定ガチャ以外で厚めの演出はね、出てほしいなと思ってしまうから、まあここはね、見守りましょう。さあ、俺は諦めない。あれ、これ急に人生を変えるために、あー、ストイサブルーロックに来たんだ。ストライカー潔出ちゃったね。はい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 、なるほどね。と、まあまあまあ、一応ね、80になるところなので、まあそうだね、まあでもステージ潔いるからなっていうところがあるんですよね。まあちょっと、一応レベルは上げておきましょうかね。はい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 、ストライカー潔80ですね。新しい自分を。はい、オッケー。まあ、固有解放されて、練習試合ボーナスとコンディション、回復ですね。この辺が解放されますよ、ということなんですが、まあ、俺ね、ちょっとね、ステージ潔の方も、ステージ潔の方が育ってて貫突済みなので、まあ、そういう意味で言うとね、ちょっと外れ枠かな、というとこですね。まあ、潔に関してはね、配布の制服潔と、ストライカー潔、ステージ潔と3種類いるんで、まあ一番ね、星さんのキャラの中では数多いぞと、いうところもあって、まあちょっとここが、育ってもね、あんまりっていうところはあるんですよね。まあ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 、それはそれとして、そうね、今回はなかったけど、まあステージ潔、ストライカー潔もね、育ってくれば、コレクションスキルとかでね、強化されることもあると思うので、まあここはここでいいかなというとこですかね。はい、まあついでにね、ちょっとこの、ジェムが出るね、宝物の価値イベントガチャ、こちらもね、50連できるということで、後半ね、引いていこうかなと思います。ということで行きましょう。さあ、どれぐらいジェムが、出てくれるかですね。まあこっちに関してはね、サクサク引いていっちゃおうかなという感じですが、できればね、ジェムか、プロテインバーかドリンクか、もしくは餃子か、あの辺が出ると嬉しいかなというとこですね。まあ餃子がね、一番素材の中では、ステーキについて不足しがちだと思うので、まあ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 、餃子悪くないですね。でジェムも50出ましたと。さあ次、ほい。まあちょっと星3確定でね、ストライカー潔、そうかーっていうところではあるんだけどね。はい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 、まあプロテインバーと、スポドリもね、そこそこでいて、おお、150と50でかいね。200ジェム出た、素晴らしい。まあジェム200出ればね、悪くはないよね。さあ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 、折り返しっすね。ここで、30連目、ほい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 。
あ、餃子も悪くないよ。で、プロテインバーと、まあ、サラダな、あ、ステーキも出たね。オッケーオッケー。サラダ納豆が一番いらんからな。そういう意味では。さあ、40連目。どうよ。まあ、こっちにもね、星さんチケとか、確率低くても入れてくれるとね、もうちょっと力の入ったガチャになるんだけど、そこまではないという感じっすね。0.5% とかでもいいから、大当たりで入れといてほしいよね。さあ、そしてラストですね。ほい。ああ、まあまあまあ、ジェム50。お、ジェム50。オッケーオッケー。まあ結構回収できた方かな。で、終わりっすね。はい。ということで、まあ今回はね、チケット、星さん確定のやつと、まあイベントのね、ジェムが出てくるチケットを回してみましたよというところでした。そうね、まあ、ちょっと狙ってたところとは、違うものが出ちゃったかなというような感想なんですが、まあそれはそれでね。いやーでもやっぱちょっとストライカイサギよりは他のキャラ欲しかったな。そうなんだよね、イサギはちょっとここ重なってもこっちやっぱ使っちゃうからね。そうだよな。本体育成にしてもやっぱりステージの方がいいもんね。そうだね。ちょっと惜しかったかな。で、まあね、現状、レベル100に一番近いと言うとね、まあレベル90の9バローなんですが、まあバローに関してはね、ちょっと情報修正がまだないので、まあやっぱ2個とかの方が良くなっちゃってるよなと思うと、まあ次あたりね、集中トレーニングワンチャンバローあり得るかなというところもあって、まあバチラがね、別に新キャラのタイミングとかでもなく、旧バチラ、新バチラ使える集中トレーニングが来てたっていうことからすると、まあ、9バロー、新バローでね、まあ、9バロー情報修正しながら次の集中トレーニング入れてくれるとかっていうのがあれば、まあ、それはね、期待したいかなと思っているところではありますね。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。